福耳スキマスイッチ現場の時田慎太郎です。今日は頑張って爪痕を残したいと思います。続きまして福耳はじめ千歳お邪魔させていただきます。みんなを引っ張っていけるように頑張ります。続きまして福耳山崎正義です。右投げ右打ち以上福耳畑元博です。爽やかに頑張ります福耳京子です。二刀流で頑張ります。福耳スキマスイッチ大橋貴也です。今日はスポーツマン精神にのっとりフェアの気持ちで頑張りたいと思います。合ってるのそれ。フェアの気持ち。そんなん言うでしょ。だってそんなん言うでしょ。ちょっと進行役決めなきゃいけないんですよ。はい、じゃあですね。じゃんけんでやります。じゃんけん。じゃんけん。サイコロあるから。サイコロ。いやいや、じゃんけんがしたいんだよ。聞いた。じゃんけんがしたい。趣味じゃんけんや。させてあげて。させてあげて。いいから。ちょっと出しますか。とも言いますか。口じゃんけんですか。とももう。え、出す。あ、そうか。ラジオで出しながら。言いながら勝った人が進行役、勝った人が進行役、栄誉ある役です。できるとですね。はい、行くよ。はい、最初はグーじゃんけんパー。わあ、すげえ。俺だけパーで負けた。みんなチョキで勝った。本当だ。出すの言うの忘れた。最初はグーじゃんけんグー。山さんの顔が今曇ったぞ。山の顔がパーで。パーで分かりました。最初はグーじゃんけんポイ。最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。はい、みんな座ってください。はい、それでははい、いきます。802ピンタンガーデン福耳20周年座談会。
トークテーマ20周年を迎えた福耳とはということですけど、私あの先ほど司会進行仰せ使いました山崎まさよしです。よろしくお願いします。王者、そして、かかった曲は福耳でスイングスイングシングでした。旗本博作曲、はい、作詞作曲ですけど、まあ、あの結成の経緯というあの福耳ね、これどんな集合体っていう風にちょっと来てますけど、実際姫はどんな風にこう思ってるの？はじめはそのゼップ札幌のこけら落としで、まあこけら落としの、ライブのイベントのそのタイトルが福耳だ、うんうん、したらなんかそこすぐ音源はちょいちょいジャイアンがあの最高顧問が、はい、大笠の、大笠のなんかあの鹿尾くんとか山が事務所に来るたびにコーラス入れさせてて、音源はもういろんなパターンがいっぱいあって、で急になんかジャケシャがある撮影があるプロモーションビデオ撮るってなって、うん、で、はい、福耳でよろしくみたいになったんだよね。うん、だからまあそのあんまり福耳っていうのを組みたいんやけどとかユニットとしてやりたいんやけどっていう相談はなくなく、なく、うん、あれいつの間にか3人でやらされるという、作られたというか やってたという、まあ、やるからみたいな、やるからっていうのは名乗ったんですか？ゼップのその福耳ですって言った？言ってない。言ってたよね。やっぱ名乗ってないんですね。うん、あのそれぞれ個人の名前言って、まあ山がジップおめでとうって言ってたんだって言ってた。ゼップ間違えてね。ライブのタイトルは実際福耳だった、ね、福耳だと。だからそれの映像ったのはだいぶ後なんですね。あとあと翌年ぐらいにその星のかけらを探しに行こうをリリースする。ジャスラックに登録したんがそれぐらいだった。でもなんか山さんのアルバムのタイトルの候補だったのも福耳じゃなかったですか？あ、ジャイアンが、うん、ああいうね、なんか好きなんだよね、ああいう変なことちょっと外し気味の変なこと外してくですね。でもでまああの こういう福耳ですけど、デビュー前に聞いてたまあ後輩の皆さん、うん、はい、まあ、ちょっとまあこの辺からもいたから一緒にいました。はい、ので例えば隙間のメンバー、はい、デビュー前に聞いた福耳とメンバーとしての福耳、いやそれはもう全然こうなんていうか憧れのユニットでしたから、だってテレビで見てましたもん、福耳が歌ってんの。 まさか同じ事務所っていうのはね、最初そうそうそう全くそう思わず、豪華な3人だなって、そうすごいなんていうかあの実力派の3人が組んだユニットみたいな、どんな経緯なんだろうなとかね、そういうイメージでしたね。なんかの雑誌の表紙とかね、そうお三方でよくやってたし、わーってなったりとか、うん、そりゃもうあれよ、バーター行為って言うバーター行為バーターなんですか？わからないですで、それでそのいらなくないですか、バーター。その旗なんかはメンバーとして、まあそうですね、僕 10年前に気づいたら福耳だったんですけど、気づいたらでしょ。そうです、うん、気づいたら福耳やった。あでも確かにまあ気づいたらでしたね、僕らも、うん、レコーディングに呼ばれたんです、ね、呼ばれて、うん、あそうか、はい、だから入った時惑星タイマーで皆さんがセッションされてて、僕オープニングアクトでだったんで、あ、うん、そういうこう
いつ福耳になるとかとも思ってなかった。自分が福耳になるっていう気も、何月何日とかね。なんかとりあえずスタジオに呼ばれて、うん、なんかこうちょっと歌って、でこうクラップ取ったりとかして、うんうん、いつの間にか福耳、うん、多分あれギャラ発生してない、多分僕ギャラ食いついたよ、進行役がギャラは絶対もらって、なんかお前らやれって言われて、うん、お菓子とかがギャラでもお前ら帰れ帰れ帰れ一つ呼ばれて一つ呼ばれよ、これ一つお菓子置いてますから。でもあの頃からね、だからその99年で山が大笠キャンプ立ち上げてくれたじゃん、はい、それでコイルがデビューだったからフロントアクトやって、うんうん、山ソロライブやって、うん、であの鹿尾くんと私がアンコールで出てって、うん、3人なんで福耳っていう、うん、でやる時に千歳がいつも来てくれてて、うん、みんなで浴衣を着たのね。そういや来てないよ、鹿尾だけ肩から帯をかけてましたけど、それで千歳があのみんなの着付けをやってくれたりして全国5各所でやったんだけど、一緒にね回ってて、ステージは出てない、全然出てない、デビュー前、もう全然まだあの何のデモもね、まあ、島唄をやってる子が来たって言って、あの菅さんと山さんにあのこんな島娘連れてきてどないすんねんってすごい社長に言ってたの、現最高顧問 に、うん、私がそこにいるって知らなくて、うん、あんな島から女の子連れてきて大丈夫かってすごい言ってたんです、はい、結成20周年を記念したアルバムオールタイムベスト福耳 20th Anniversary、 そしてシンガーとソングライターコイル 20th Anniversary が8月22日2作同時にリリースになりました。はい、それぞれこれどんなアルバムになったんでしょうかなんですけど、これもうすごいよね、すごいですよ、さださんのね、うん、もう仕事が、はい、さださんよっぽどこれで潤うと思う、なんちゅうこと、なんちゅうこと、出かけにせよ、じゃあみんなでそうすごいかかりましょう、わかんないですよ、さださんもノーギャラかもしれないいやいや、なんでそんなノーギャラなんですか、うちの社風やけどね、あのあれ社風新人だけノーギャラなのそうなんですか、そうなんだ、そんなこと先輩入ってるんだ先輩入ってたんだはい、ではオールタイムベスト福耳 20th Anniversary から8月の夢を聞いてください。気だるくもの受け寝顔をうたた寝てまどろんだ夢とうつつの間を何度も行ったり来たり居眠りをしてるうちに百年が経ってしまったよ夢の中で見た夢は夢から覚めるって夢だったじゃないよね、ほんのちょっと頬をつねってよ。どうしようもないことはどうしようもないんだよ。どうにかしようとしたけどどうにもならなかったんだ。なんでもないようなことにも奇跡は起こってるんだよ僕にとってきっとそれは君と出会えたってことなんだ嘘じゃないんだよだけどずっと黙っていたんだよ雨のように、まるで
雪のように8月の夢、ニューシングルですね。 FM802 からお送りしております、802ビンタンガーデン耳20周年座談会。さて次のトークテーマですけれども、はい、福耳のメンバー関係ですよ。メンバー関係、ここにいる福耳メンバー、家族に例えるとってやりますけど、家族に例えたら家族やどれが進行役ですよ進行役誰が弟とか、そうそう、あの親戚のおっさんとか、そういうことか。親戚のおっさんとか家族に例えるとどうなんですか。まあ山が長男っていうのは、お父さんとかそういうお母さんじゃなくてですね、お父さんお母さんお母さんちょっとね、ただ森川慎太君に対して私ちょっとお母さん感がいつもお母さんあるかも。なんで千歳頑張ってるか、なんかお母さん慎太優しくね、大丈夫そこでみたいな感じの慎太君ね、慎太お母さん、私はですよ、なんとなくいいと思いますよ慎太お母さん。お前おばって感じ、おば直接じゃ肉親じゃないよね。まあなんかこう肉親から決めていきません、それが遠いとこから行く、おばから。じゃあ山本さん、拓哉君は、拓哉は僕なんですか。拓哉がその家の長男で、長男ですか。僕次男っぽい、次男っぽくないですか。次男っぽい、次男、次男で夜だいたい12時過ぎてから帰ってくる、怒られるけど、うまく怒られない。またお前どこ行っとったんやって言われて、どこ行っとったんやって、ちょっと多少飲んでるとか、怒られそうで、実はまあ怒られてない。大丈夫大丈夫って言いながら2階上がっていく感じ、いい日や、うまいんだよね。そんな感じ。じゃあ畑は、肌やっぱ成功感強い。弟やもう、そう、予備校行ってるわね。
ちょっとなんで落ちてんですか。なんで一回落ちてんですか。予備校行ってるの。現役。一回じゃないかもしれない。本当。嘘。だからどんな新人が入ってきてもなんかね肌がね末っ子な感じするの。もうだから死んだお母さん、うん、いつも心配してるお前は。いつ受かるんだ。金ばっかかかるわ。志望校下げなさいっていつも言ってるでしょ。だから夏期講習行きなさい。ヨゼミに。ヨゼミ。ヨゼミです。家族で予備校生って。家族で予備校生。家族の中で例えると予備校生。末っ子末っ子で。そうするとやっぱり山さんが長男。長男ですよね。やっぱり。そうね。で京子さんは長女ってことですね。私はお父さんかな。お父さんですか。私がお父さん。でもプンプン怒ってる感じもないですもんね。でもお父さんはあんまり喋んないけど、うん、じゃんけんしたいって言ってる人が。それ長女ですよ。長女で。じゃんけんしたい。長女で。長女でお願いします。長女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 で。父なしか。父なし。父がいない。父がいない。父がね。でも他のほらメンバーとかあのねだと。ピストル父っぽいな。ピストルお父さん。あ確かに、うん、あピストルな。ねえ優はこいつやろ。優はね優はもう絶対親戚のやつ。親戚夏休みぐらいでいい、ね、夏休みのあのおばあちゃんち行った時に会うたまに親戚って。傭兵は犬犬ああ全然大型犬、ね、大型犬だね。あいいこと言うね。ペットの位置ね。でもほら、ね、一番大事にされてるし静かに家族を知ってるっていう、ね、確かに。松本ジーヤって意味だろ。あこの人はおじいさんなんじゃない。ジーヤのイメージ。そうか松室って親戚のうちのユウのとこにおばあちゃん家に会いに行ってユウと遊んでる隣の家の、うん、まあ、たまに来るけどそれ多分そう隣の家のなんかあいついつもいるな。隣の家のおじいさん。おじいさん。いやいや隣の家のユウの友達。ユウの友達なんか仲いいんだけどっていう親戚じゃないんだあいつ。ついにもう血が途絶えちゃう。血が途絶えちゃう。ちょっと似てるって言われてるもんね。他人だな。あそうだね。ちょっと似てるって言われてるもんね。いつもユウにいじめられてんだよね。長さはやっぱりいとこっぽいな。いとこっぽいね。でもそう思ったらユウコちゃんも次女っぽい。ああ、ゆうこさん多いわ。うん。さゆりちゃんはまだ生まれたばっかりの子供。みんなで育てよう。みんなで育てる。生まれたてな感じはする。さださんはじゃあさださんさださん。まずお父さんじゃないやっぱりだったら。あ、さださんお父さん。いやさださんだけはやっぱり妖精で。妖精だからなんかこう。妖精だ。そう。その家に住まう。実は先祖だった。ようちゃん、ようちゃんがお父さん感があるんじゃないですかやっぱり。ようさんもお父さん感あるね。ああ確かにね。洋介さんがじゃあお父さんだ、うん、お父さん。ピストルはじゃあちょっと違うのかな、うん、ピストルは何やろうな、ね、やっぱりなんか旅に出てたまーに帰ってくる。そうだね三男坊ぐらいじゃん。あ、だから寅さんだから優の、うん、実は優にお兄さんがいて生き別れ生き別れっていうかもう旅にずっと出てるから映画いないんだね。あんまり会ったことない。家にいない。ではこのくだりで一問クイズを出題。はい、はい、畑元裕がヤバいやつが入ってきたと思ったのは誰でしょうか。入ってきたってことはだから後輩なのか。そうだね。そういうことになりますかね。もうでももうこの質問見た瞬間にこいつって思いましたな。そうか、やっぱやつ来たなーって答えが分かったら今すぐ FM802 のホームページにあるリクエストプレゼントというところから送ってください。プレゼント、プレゼントがあるんだよこれ、はい、これすごいぞこれ。何ですか、何ですか。クリアファイル。クリアファイル。ミニクリアファイル。ミニクリアファイル。あのジャケットの柄になってます。含みのオーダーベストのジャケットとこれをですね、3名の方ですね、はい、プレゼントいたします。そして福耳全員出演するライブがあります、はい、オーガスタキャンプ2018 20th anniversary 9月23日日曜日祝日、山梨県富士急ハイランドコニファーフォレストで開催します。オープンが、12時スタート14時、うん、そして19時半に終わりたいっていう予定です。なかなかそれ終わりたいたいっていう。あんまり言わないですよねイベントで。終わりたいよ。書いてあるのこれ。書かれる。帰れるよ。お客さんが帰れる。優しいといけない。そうそう優しい。優しいあれなんですよ。前日もありますもんね。はい。前夜祭、ね。そうです前夜祭もありますね。ですね今回。そして公開リハーサルですねそれね。でこれはオープンが6時でスタート6時半です。うん、これでこれも17時半に終わってみたいみたいな。19時半。あ19時半。終わってみたい。終わってみたい予定。終われないかもしれない。これ入場券はオールタイムベストかシンガーとソングライターを
購入していただきますと。なるほど。その中に、うん、あの入場券入っております。すごい。前夜祭の。うまいことやってますね。うまいことですよ。そうですよ。じゃあここではですね、はい、シンガーとソングライターそのコイル 20th アニバーサリーから何かけましょうか。もう、うん、進行役のそうね山さんの曲、そうですね、山ちゃんがプレイ。あ、なんか、うん、お茶いただいたんですよね。お茶飲んだ。どの辺で？エーゲ海で。エーゲ海でお茶しばけへんって言われた。しばけへんって言わへん。お茶しばけへんってこう。茶しばけへん。そうそう。誘われた。ではエーゲ海でお茶を。
どうも司会進行役山崎まさよしです。はい、来ておりますけれども、はい、まあ、改めて自己紹介いきましょうか。じゃあ下田君。はい、福耳、そしてスキマスイッチの鍵盤、時田慎太郎です。で、私福耳はじめ千歳でございます。福耳畑元宏です。福耳京子です。福耳スキマスイッチの大橋拓也です。はい、この6人でお送りしている802、のこの座談会ですけれども、座談会ビンタンガーデン802ビンタンガーデン福耳20周年座談会です。ここから福耳の滑らない話、ある番組をパクリにパクっておりますが、6人のサインが入ったサイコロがあります。これを振って、話す人を決めたいと思います。なるほど。もう頼みますよ。これじゃんけんじゃないですね。これじゃんけんです。これ僕がだから責任持ってやります。すごい、あ、すごいすごいすごい、言いますって。はい、死んだ。おー、まあそうきたか。こういうの初めてだな。滑らない話、福耳のだもんね。福耳の、ここにいない方でもいいんですかね。いいですよ。ですね、ラブ&ライブレターのレコーディングの時の話ちょっとしちゃおうと思うんですけど、あの酒井優が全部作曲して仕切るというプロデューサーやってたじゃないですか、うん、で僕はそこでの関わり方で、まあ、歌わないので、うん、だいたい福耳の時はアレンジしたり、楽器したりするんですけど、その時はオルガンだったんですよ、担当は。はい、でオルガンを弾きに行きまして、うん、で酒井プロデューサーの元でやったんですけども、終わった後に、まあ、酒井優くんの性格上ちょこちょここうえって思うことがたまに発言で含まれるんですよね。あ、優がね、優くんが、はい、彼そういうとこあるじゃないですか。デリカシーないからゼロゼロにで、終わった後出てきてすごく褒めてくれたんですよ。いや、新田さんすごいオルガンでしたね、グリッサンドかっこよくてって言った後に、新田さんまあ、キーボードとかね、あんまり得意な方じゃないんだと思うんですごい良かったです一瞬、まあ、確かに、いや、上手い方じゃないと僕は思ってますよって、ただ得意な方じゃないって。その後に、まあ、新田さん普段アレンジされてる人だからこういうのとかあんまりだと思うんですけど、すごい、それにしてはすごいいい俺がでしたって言われて、むっちゃ上から言われておーと思って、いや、一応スキマスイッチで結構俺が弾いてるけどなって思いながら、でもやっぱりそういう風に聞こえてたんだ、もっと頑張りますっていうことでね。優はもう本当あるね。褒め終わってくれれば僕も気持ちよく帰れたんですけど、まあ、やっぱりその帰り自分の演奏ちょっとね、反芻しながら、もうね、お酒飲めてたら赤ちょうちんの赤ちょうちん、ね、屋台に寄ってるとこですよね。ちとせー聞いてーって言ったぐらいの感じでしたけどもね。あ、なんか滑らんな。どんどん行こう。これすごいな。はい、僕、そうですね。あ、じゃあ昔オーガスタキャンプで、ハタが初めてオーガスタキャンプに入ってきた、はい、参加した頃かな、はい、西武ドーム、西武ドームか、じゃあ違う、その後か、みんなでコニファーフォレストで、うん、富士急ハイランドでやった時に、うん、参加者を募って、うん、せっかく富士急に来たから、うん、富士山に乗りに行こう、うん、あったね、あったね。で、山さんは鼻からジェットコースターなんか意味わからん、うん、動くものは移動手段なんやと。なんで同じとこから出て同じとこに帰ってこなあかんねん。確かに。確かにそう。はい。出発してなんで同じとこに帰ってこなあかんねん。移動せなあかんやろなんだそれ。乗らないで。嫌いだ。山さん乗らなかったですよ。嫌いだから。で、こっから、うん、じゃあ行こう行こうって言って、旗も来たんで。行きました。行きました。で、旗も来て。で、なんか乗って、二つぐらい乗ったんですけど、そし旗が、多分、旗も本当は先輩たちに言われて、無理やり、ちょっと、半ば強引に引っ張っていった感じがあって、そしたら帰り、要は出口って、階段降りて、帰っていく方の階段の途中で、ちょっと先輩です先行ってくださいって言って、俺ちょっと気分悪いんで、うん、ここで座って休んでから帰りますって。そんな嫌だったんだと思って。リアルドドンパですね。ドドンパ、ドドンパ。藤山一回乗って、うん、結構来てんな俺と思ったけど、みんななんか、すげえドドンパ行こうぜ、うわーってなってから、水させないから、行きましょうって乗ったんですけど、あ、ダメだと思って、ドドンパのソファーで一人で寝てたんですけど、そしたらドドンパのドン、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 ドドンパのなんか BGM がずーっと、何してんのかな、これ。ありましたね。非常に目で滑らんな。滑らん。もう一回、戻りますか。なんか山さんが気に入ったぞ、これ。あら、二人しか撮ってないですか。どっかで多分曲かかんやろな、これ。
新太、またね、もう良くないですか。ちょっとこれがこの鉄の掟やから、ね、鉄の掟ね。パッと思い浮かぶのは思い浮かんでないやんけ。いやいやもう、まあまあ、じゃあ、ただそれは、シンタが、面白いかどうかの話なんだよね。それ、面白いかどうかじゃ、この間のね、まあ、シンタもちょっと関わってんねんけど、はい、俺が話すわ。あとは、説明してくれた。ちゃうねん、タクヤって、あの、たまにこいつ熱出してなんかこう欠席したり体の調子悪いとかあるやん。姫のあの歌入れにも来へんかったやろ。そうね。そうこいつね、その時はあ行きます絶対行きますっていうので、あのこの間俺楽屋であのデスペラート弾いてたんよね。弾いてあのそれデスペラートでしょって入ってきたから、いやまあライブでやって今アレンジやってね今カルテットでやってるから。やんねんってでそれアレンジ してんねん。あそれ見に行きたいです、絶対行きます言って、だからシンタが来たんや。滋賀公園に来ました。滋賀の公園に、まあ、本当に申し訳なかった。ちょっとなんか僕ね、もう調子悪いなと思ってたんですよ。あのでも明日山さんのライブだし、うん、なんとか僕デスペラードの話しても山さん絶対僕見に行きますって、でスケジュールも調整してわざわざ滋賀公園に、うん、あの滋賀まで行ってみようっていう話をしてたんで、うん、山さん僕絶対行きますからって言ってて、うん、やっぱ朝起きたらもう絶対行けなかったんですよ。これは行けないと思って、で山さんに初めて僕、うん、あのスタッフからメールアドレス聞いて、うん、山さんにすいませんでしたってメールを送ったら、うん、山さんがめっちゃ優しいメールくれたんです。もう拓也無理しなくていいよみたいな。うっそ。僕もちょっと余計なんかその優しさが怖かった。神田川じゃん。何じゃ優しさ。優しさが怖かった。まあ若かったあの頃。ついこの間。じゃあそれぞれ曲いきますか。はい。それでは海見で惑星タイマー。
い、お届けいたしました福耳で惑星タイマーです。さて畑、はい、もしサイコロ名前聞いたら何をとし僕は、うん、やっぱ拓也さんの話をしようかなと思ってたんですけど、大体拓也はすごいな、ね、拓也さんそんなにあるかい、拓也さんってやっぱその負けたくないじゃん。負けたくない。なんならもうサンプラ、この間のサンプラのライブでステージ上で鳩には負けたくないからってボロッと言ってて、自然に自然に言ったぞ今みたいなの8月19日あったんですけど、なんかその昔は結構ステージ上でやっぱその歌で、うん、俺の歌で勝つみたいな、うん、だったんですけど、最近なんかちょっとやり口変わってきて、なんかその衣装で派手、僕より派手なの着てくるみたいなところから始まって、ついこの間は本当あのサダさんの曲で僕がベース弾いて高さんがドラムっていう曲があったんですけど、でその1曲前袖で2人でベンチに座って待ってて、こうあ次俺ベース弾くんだなとドキドキしてたら、高さんがすごい神妙な面持ちで、はたさあのお前のベース曲と全然合ってないぞで部下の人がじゃあ出番でーす最後になって言いながら俺そのステージでどの部分があるんなんかその精神的に潰してくるみたいなやり方に最近なってきた。違う違う、どんなんなんだろう、あれは逆ですよ。だからそういうそのあまりにも旗がドキドキしてる感じの雰囲気出てたからちょっと和まそうと思ってちょっとそれ当たったら何をとしました。え、もう私はですね、あの山さんとご飯食べに行って、うん、山さんが連れてってくれるって言ったからもう甘えて、え、じゃあ私お寿司食べたいって言って、なかなかねあの高いところに行ってたんですよ、はいはい、そしたらもう全然早い時間から行ったんでお客さん誰もいなくて、山さんと私2人だったんですよ。で大将がいて、はまあ初めましてだった2人も、でよろしくお願いしますみたいな、でまあお任せでちょっとお酒飲みながらおつまみでとかって言って、山さんとまあいろんな話してる流れで、あのユウの話をしてたんで、うん、佐賀ユウの、うん、そうそう、山さんがすごいもうちょっとまあお酒も入ってきて、あいつなとかっていう口調になり、ユウの話をまあそれなりにあのまあデリカシーとかそういう点のバーって話してたら、一品目が大将がこうこれって言って出した時に、あの酒井さんよくいらっしゃいますよってその筋見てうえって言って、わお、あいつまたそれでさらにこんな店来てるのそりゃそうだ、山さんからしたら誰と来てるのみたいな、人を連れてきた店がすげえ先に後輩が来てたから、あいつだからデリカシーがないですよ行動もデリカシーがないですよねでもこうなったら姫もね、うん、人はな、えなんか何でしょう、ああ、去年の、あ去年じゃ2年前だ、2年前畑と長澤の、10周年の時に何かサプライズをやろうと思ってて、星掛けの時に畑と長澤にこうマイクを持ってお客さんの煽りをやってほしいって言ってたら、まず畑マネージャーから「いや畑はそういうことはやりません」って言って NG が出ちゃって、で前日リハの時に瀬山が「何よサプライズやらへんの？」って言うから「畑にさのハンドマイクでやってもらいたいと思ってんだけど NG 出てんだよね」って言ってる時に。ハッタンピーちゃんのリハーサルやって、はい、ハタがハンドマイクでご陽気に踊ってそれはいかんな、でやってるよって言ってできるやんできる子やんでも京子さんのいつもオーガスタキャンプで私これやりたい、みんなで踊りたいとか、うん、そのアフラとかも、うん、基本全部スタッフに却下されてますちょっとあれはスタッフとか巻き込んだらあかんねんで、黙ってもう独自で黙ってやらんから、だそうか、だから許可は取っちゃダメなんですよ。そうなんですよ、意外とうちのスタッフそうそうしっかりしてるんですよ、うん、うちのアーティスト守らないとみたいな、あそう、まあ、じゃあ思ってるんじゃないですか多分、よしもう20周年を機によし今年のお客さん、こう言っちゃダメですよ、まあ、ダメですよ、いいよ、じゃあ怒られたらタクへのせいもうそれで怒られるようなことはやめましょうでもさ、私いつもいいこと言ってるよね、うん、いいこと自分で言うさてー802、だからビンタンガーデンね、だからビンタンガーデン、だからビンタンガーデン、ちゃんと言いましょうよ、802ビンタンガーデン福耳20周年座談会、
1時間にわたってお送りしてきましたけど、あっという間にお開きの時間、めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかったすぐ終わっちゃった。なんで2回大きな打ち上げの頃滑らない話しよう。2回言いましたけど、2回言って泣いちゃう。言い残したことはこれないな。いや、あるんだな多分な。では最後に福耳クイズの答え合わせしたいんです。そうだ、忘れてた。やばいやつが入ってきた。入ってきた。そう、旗が思ったやばいやつ。はい、ではお答えお願いいたします。はい、答えは酒井優。もうそうやな、そうじゃん、もう伏線浮かんできてたな。布石が今いろんな場所にプレゼントのもうあれが応募がすごいと思う。当たりが多い。 98% 酒井さん、ヒントめちゃめちゃ言ってるんだ。これなかなかの倍率ですよね。プレゼントの発想を持って当選発表と変えさせていただきます。あれこれ話してきましたけれども、20周年を迎えた福耳のこれからですけれども、福耳のベストアルバム、オールタイムベスト福耳 20th アニバーサリーと、シンガーとソングライターコイル 20th アニバーサリー、ぜひ、お買い求めください。はい、お願いします。そして9月23日日曜日、オーガスタキャンプ2018 20th アニバーサリー、山梨県富士急ハイランドで開催いたします。関西からもいっぱい来てください。待ってます。待ってます。さあ最後にお送りするのは20年前福耳の出発点となった星のかけらを。さあちょっとこれみんなでもさ、ここでお送りしたのはとかいうのはこれ、ああそうね、あ、うん、ねえ、いよっか。一応まあみんなで、じゃあ、はい、はい、お送りしましたのは福耳、そしてスキマスイッチの鍵盤といたしんたろうと、はじめちとせと、畑本博と、京子と、スキマスイッチ大橋拓也と、そして山崎まさよしでした。それでは星のかけらを探しに行こう、アゲインを聞いてお別れです。ありがとうございました。